はいどうも佐藤ベートーベンです。今回は如月駅からの脱出というワールドで遊んでいきたいと思います。このチャンネルでは他にも謎解きや脱出の動画を上げておりますので、よかったらチャンネル登録もお忘れなく。それでは行きましょう。さあというわけで、オンが早速如月駅からの脱出。電車内での居眠りに注意。電車で一回ね、昔高校生ぐらいの時かな、駅に行こうとしてて、目的地の駅があったのよ。でその目的地の駅に行こうとしてて、気づいたら戻ってたのよ。あれ、目的地の駅に向かってるはずなのになんで戻ってんだろうと思ったら、どうやら一回目的地の駅まで行っててずっと居眠りしてたから、そのまま戻ってきてたっていうことがあった。じゃあ行こう。次は如月駅、如月駅でございます。如月駅？やばい、寝過ごしちゃった。どのくらい寝ていたのだろう。とにかくこの駅で降りないと。如月駅からの脱出。怖っ。なんか黒に赤文字の時点でちょっとホラー味を感じてしまうんですよね、もう。はい、まあ、ちょっとホラーらしいですけどね。彼岸花、よりによって彼岸花だよ。何？如月駅、聞いたことのない駅名だ。電話も県外で使えない。ほう。あれですね、ちゃんとホームから線路に降りれないようになってますね。なんか隙間要素があるって書いてあったから、どっかの隙間に何かがある可能性はあるけど、まあ、早速隙間的要素の可能性はあるよね。あ、なんかある。あ、なんかあるわ。テスト。お、如月駅の鍵、模様入りの石レンガに装着できると。 OK。 でこれでここにつけて OK。 開いた。オープン。よしよし。なんで駅の中も雨が降っちゃってるの。おお、めっちゃ雨降るじゃん。あ、なんかでもこれなんか数字っぽく見える。5対6みたいな感じで見えるな。5時6分なのか5対6なのか分かんないけど、これ左は5っぽく見えるよね。5で点々で6みたいな、5時6分みたいな風にも捉えられそうなところがありましたと。机の上とかには乗れないな。あ、なんかある。テスト。食堂の鍵と食堂の鍵2つ。お、これで開いた開いた。これで食堂か。こっちがめっちゃチェストあるじゃん。食堂の収納がすごいいっぱいある。あ、なんか入ってた。いや、食堂の収納の中の真ん中のチェストに矢が入ってたぐらいかな。このトイレの後ろには特に何もないよ。あ、あ、なんか穴が開いてる。けどそれ以上には特に見えないな。コード記入、数字3桁。ここに数字3桁で何かを記入すれば入れると。で、多分なんか5、まあ面白いと9対5かもしんないけど、5対6的な。数字3桁って書いてあるから、もしかしたらもう一つがあるのかもしんないけど、もうちょっとこの食堂内をよく探そうかな。なんかある。あ、矢印。5対6にしか見えないね。あ、なんかここチェストある。あ、日記帳。湖のほとりで1/3。大学で知り合った友人6人は
キャンプをするため車で森に向かっていた。数時間運転して目的地に到着。彼らはキャンプを予定していた森の近くに湖を発見した。そこには飛び込んで遊べそうなちょうどいい高さの崖もあった。急いでテントなどの準備を済ませ、6人は透き通った湖へ飛び込んで日が暮れるまで自然を満喫した。え？何の話？キャンプを楽しんだ話？これが一体 何になるというのか。如月駅ってどうやらその都市伝説的な元ネタがあるらしいですよね。まあ、僕あんまホラー得意じゃないから知らないんだけど、うん、なんか数字になんかなんとか体みたいなところを数字として無理やり捉えられなくはなさそうだけど、無理やりすぎるのかな。あ、数字真ん中を8っていう風に見れなくもなさそうだから、それで数字3桁みたいな可能性は全然ありそうなんだよね。ちょっとやってみましょうか。だから6かな。あ、要はですね、この左はこの、なんていうか、ここから見よう。左はここからこういう風になぞって5に見える。で、ここも6に見える。で、ここの間はこの木材が置いてある部分を読んで8みたいな。こういう風な考え方をするんですか？いやですね。あ、待って、勝手にこのタイトル586にしちゃった。違う。こっちの本じゃなかった。こっちだった。お、開いたー。そうか。そうやって読むのか。で、スタッフオンリー。またスタッフオンリー。多いね、スタッフオンリーの場所。さあ、で、なんか図書室みたいなところに来ましたよ、と。さあ、これも、ただの図書室ってわけじゃないんでしょ？まずなんか隙間的なものがあるのかなと思ったけど、ただ本しかないように見えるな。ああ、チェストあるじゃん。日記帳、湖のほとりでに。そろそろ引き上げようとした時、一人が崖の上から飛び込むと言い出した。友人のチャレンジを見守ることにした5人は笑い話をしながら待っていたが、いつまで経っても崖の上に友人は姿を現さない。しばらくしてさすがに何かがおかしいと感じた5人は友人を探した。ところが結局友人は見つからず、再び6人が揃うことはなかった。おう、あ、残り1人はどうなってしまったのかって感じか。で、ここか。これで電気室の鍵が手に入ると。OK、電気室。どこだ、電気室。どうだ、最初のところか。あ、こう入れるじゃんっていうか。はい、電気室開いた。お、これは？あ、これはまさかあのピタゴラスイッチ的なやつか？はあはあはあ、これでこう言って、はい、さようならするから、押さないと。で、はいはいはい、進んで、あ？あ、一瞬だけなんだ。だからタイミングゲーだ。どちらかというと。サボテン、この辺、OK。で、この辺。はい、で、この辺。で、次早いよ。はい、この辺。2、3、はい、この辺。オッケー、トロッコ到着。金庫を確認してみよう。ここだね。はい、金庫。おーおー、無限弓。あ、これね、絶対多分いるっていうのは分かってました。これ無限弓で、あのトイレのところから、撃ち抜くと。
オッケー、こっから撃ったら一発じゃん。扉の開く音がした。これでスタッフオンリーのところは開くのかな。オッケー。そう、え、あ、あ、オッケー、うまっ、今うまかった。あ、なんかある、向こうに扉が見えるな。真っ暗。え？気がつくと部屋のベッドにいた。どうやら悪い夢を見ていたらしい。如月駅、存在しないはずの駅。あの場所は一体何だったのだろうか。本当に何だったんだよ。ふとポケットの中に違和感を覚える。そこには真っ赤な彼岸花が残っていた。エンド。 Thank you for playing。 おー、おはようございます。うわ、あー、どうもどうも。3分の3の本取り損ねちゃったということで、ゲームクリア。今夜あなたも如月駅。というわけで、高評価、チャンネル登録お忘れなく。気になる方は概要欄にね、ワールド貼っておりますのでよろしくお願いします。それではまた次のワールドでお会いしましょう。バイバーイ。